皆様こんにちは、なんだったんだ 80s 沖合ゆまでございます。今回もよろしくお願いいたします。僕のレコードコレクションの中から80年代の作品をピックアップして皆様にご紹介しているんですが、今回は最近買いだめしていたレコードの中から80年代の作品をいくつかね、選んでみましたのでご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、最初はメンアットワークですね、ファーストアルバムになりますビジネスアズユージュアルですね。邦題はワークソングスになっていますね。メンアットワークはオーストラリア出身のバンドでして、1976年にメルボルンで結成されています。メンバーを増やしながら活動を続け、1980年にデビューシングルキーパンチャーオペレーターをリリースします。翌年1981年にオーストラリアの CBS レコードと契約を果たし、そしてシングル Who Can't It Be Now をリリースし、オーストラリアのシングルチャートで、ね、なんと2位を獲得する大ヒットとなるんですね。ノックは夜中にという邦題が付けられたこの楽曲は日本でもよくラジオでかかってましたよね。いわゆるギターをギャンギャンかき鳴らすようなロックンロール的な感触ではなくて、そのサックスとかキーボードとかの音楽的要素を積極的に取り込みつつも、シンプルでメロディアス、そしてクールな感触っていうのが非常に魅力だったんですよね。そして1981年11月にリリースされたファーストアルバムがこのビジネスアズユージュアルなんですけれども、このアルバムの大ヒットの起爆剤となったのが先行シングルであるダウンアンダーの大ヒットなんですね。レゲエのビートが当時のそのニューウェブ的な雰囲気をね、感じさせるんですけれども、もともとデビューシングルのカップリングだったんですよね。そしてシングルとしてリリースされるや否や、そのオーストラリアシングルチャートで1位を獲得する大ヒットとなるんですね。その OG ヒットナンバーは海を渡り、ちょうど1年後の1982年11月にアメリカのシングルチャートにも飛び込み、そして最終的には全米シングルチャートでも1位を獲得するんですね。そしてオーストラリアのアーティストとして初の全米シングルナンバーワンを獲得することになります。このファーストアルバムはいわゆるそのアメリカ的なロックの匂いがしないクリーンでポップなサウンドで統一されてるんですよね。サックスやキーボードが積極的に利用されてるあたりは UK ニューウェーブサウンドのね要素を感じさせますし、コリン・ヘイのそのハスキーで粘っこいボーカルがザ・ポリスのスティングなんかを思い起こさせるんですよね。それなのに癖がない非常に聞きやすい作品だと思います。オーストラリアから登場したメンアットワークの大ヒットは以後のインエクセスとかミドナイトオイルとか そのヒットへの、導火線となると同時に、そして優秀なアーティストは英米だけではないということを証明したエポックなバンドだと思います。お次はザ・ハウス・オブ・ラブです。1988年にリリースされた彼らのファーストアルバムハウス・オブ・ラブですね。僕もこのアルバムはねリアルタイムで聴いていますが、もう何度聴いてもいいアルバムですね。ハウス・オブ・ラブはガイ・チャドウィックとそれからギタリストのテリー・ビッカーズを中心に1986年に結成されています。それまでもいくつかのバンドに加入していたガイはそのロンドンでジーザス&メリーチェインのライブに影響を受けたということで、そのハウス・オブ・ラブのノイジーで、サイケデリックなギターサウンドというのがジザメリ直系のサウンドだと言えるでしょうね。そしてバンドは当時話題になりつつあったインディーレーベルであるクリエーションレーベルと契約をし、そして1987年にデビューシングルシャインオンをリリースします。その後メンバーチェンジを経てバンドはファーストアルバムのレコーディングに取り掛かるんですね。1988年5月にシングルクリスティーヌをリリースし、同時にこのアルバムがリリースされることになります。このアルバムにはタイトルがなくて、そのグループ名表記しかないことから The House of Love というふうに呼ばれていますけれども、1990年にリリースされたアルバムも The House of Love なのでちょっとややこしいんですよね。しかもデビューシングルであり非常に秀逸なナンバーである Shine On とかそのリアルアニマルといったアルバム以前のシングルは収録されていなくて、そのシングル曲って言えばもうクリスティーヌだけになってるんですね。しかしアルバムの出来は非常に素晴らしくて、ジザメリ直系の60年代的サイケデリックギターロックっていうのがね、展開されてるんですよね。ガイ・チャドウィックの低いボーカルからエコ&ザ・バニーメンあたりのイメージも浮かんできますが、初めて聴く方にはね、ジザメリプラスエコバニ的なねサウンドだと説明してもいいのかなと思いますね。
ただ単なる地ざめりフォロワーということでもなくて、その音的にはどちらかというと90年代に近いサウンドであり、その後のライドとかシューゲーザーと呼ばれたそのノイジーなバンドサウンドに大きな影響を与えていると思うんですよね。そしてね、地ざめりとかエコバニーとかと違うのはザ・スミスに似たその青臭さみたいなのを感じるんですよね。つまりはデリケートというか、その単にギターロックとして聴くよりも、そのくぐもったようなボーカルの向こうにある何かみたいなものをちょっと感じ取りたくなるんですよね。そしてこのジャケットに映るガイ・チャドウィックのまっすぐな視線、ここもですね、非常になんというか心の奥底にあるこうなんか陰りみたいなね、そういったものをちょっと感じるんですよね。シャインオンといったクリエーション時代のシングルは入っていないっていうのは物足りない感じもしますが、ただクリスティーヌがもう名曲なので、まあ、それだけでも十分に傑作アルバムだと言っていいでしょう。はい、お次はエレクトリックライトオーケストラです。長いキャリアの中でたくさんの作品をクリエイトしてきたベテランバンドですが、今回ご紹介するのは1986年のアルバムバランスオブパワーです。エレクトリックライトオーケストラ、ちょっと長いので ELO と呼びますけれども、まあ、屈指のメロディーメーカーであるジェフリンを中心に活動をしていて、まあ、ほぼジェフリンのプロジェクトだと言ってもいいかもしれません。1971年のファーストレコードからその何枚ものヒットアルバムを量産していて、特に1976年のニューワールドレコードあたりからその親しみやすいサウンドに移行していくんですね。そこから作品のクオリティも安定し、そして1977年のアウトブルーで一つのピークを迎えます。ストリングセクションの美しさが映え、そしてビートルズのサージェントペパーズのサウンドを彷彿させる美しくもポップな作品というのは、後追いである僕にとっても非常に素晴らしいと感じることができた作品です。ビートルズ直系ともいえるソングライターであるジェフリーンのその創作意欲と、そしてクオリティの高さが分かるこの作品だったんですが、このアルバムリリース後にストリングセクションのミュージシャンが脱退してしまって、まあ、おのずとサウンドシフトを強いられるようになるんですね。その際にシンセサイザーの積極導入とプロデュースワークで乗り越えていくようになります。1979年のアルバムディスカバリーはセールス的にもピークを迎え、全英アルバムチャートの1位を獲得しています。80年代に入りザナドゥのサントラとかエレクトリック路線を強化したタイムといったそのアルバムを精力的にリリースするんですが、そのメンバーの脱退とか、それからアルバムシークレットメッセージがですね、まあセールス的にいまいちだったということもあり、バンドは活動休止状態になっていくんですよね。そしてメンバーも3人となってしまった ELO は1984年頃から心機一転レコーディングに取り掛かるんです。そして前作から3年ぶりにリリースとなったアルバムがこのバランスオブパワーなんですね。ちょっとギターロックに寄せたシークレットメッセージよりも、そのアップビートで従来のエレポップ的な ELO 全開っていった感じなんですけれども、まあ、あの作品的にもね、相変わらずこのポップ職人的なね楽曲が揃っていると思います。特にリードシングルとなった Calling America はそのシンプルだけど伸びやかなサウンドがね非常に聞き心地が良くて、その80年代的に洗練されている、まあ、全米シングルチャートでもねトップ20に食い込むヒットとなりました。同じくシングルカットされた So Serious やホーンとか、あと分厚いシンセがね非常に壮大な Getting the Point も美しいメロディーを聴かせてくれるんですけれども、ただそのアルバム全体通して聴くと、まあ、正直 Calling America ぐらいかな、あるいは今ご紹介したそのシングルとしてリリースしたこの曲ぐらいかなといった感じで、まあ、過去の作品に比べると、まあ、中庸というかその突出したポップセンスみたいなものはあまり感じないですね。80年代に入りシンセサイザーを多用したポップロックというのは他にもたくさんあり、なんとなくこう時代に薄められてしまった感も、否めませんよね。それもあってか ELO はこのアルバムをリリースした直後に解散しています。ジェフリーンはプロデューサーとして名を馳せ、一時はトラベリングウィルベリーズに参加するなど精力的に活動するんですが、後に ELO を再結成することにもなります。このバランスオブパワーはその70年代に傑作を数多く残してきた ELO の、まあ、ある意味で80年代というその華やかな時代にね、まあ、飲み込まれてしまった作品だと言えるかもしれません。
お次はフラリッポーリッピーです。またちょっとマイナーチックなバンドですけれども、このチャンネルでは3回目の登場なんですよね。今回買ってきたのはフランスでリリースされたアルバムフラリッポリッピーなんですが、これは彼らのファーストアルバムインサイレンスにボーナスディスクとして1984年に単独リリースされたシングル Say Something をカップリングしたアルバムなんですね。フラリッポリッピといえば、そのイメージとしては非常にメロディアスで、その上品なポップサウンドだったりするんですけれども、この1981年にリリースされたファーストアルバムは、そんなイメージすら浮かばない、完全にもうジョイディビジョンフォロワーのその音です。フラリッポリッピはノルウェー出身のバンドでして、1980年に結成されています。デモテープを制作しつつ、1980年にファースト EP タップダンスフォーサイエンティストをリリースします。リズムボックスにシンセサイザーを乗せたシンプルなエレポップインストロメンタルは、その以後のフラリッポリッピの流麗なエレポップサウンドを予見させるものでしたが、翌年にリリースされたファーストアルバムがジョイディビジョンとかザ・キュアに影響を受けたミニマムでダークなポストパンクサウンドだったんですね。僕はリアルタイムでのフラリッポリッピ体験というのはソングスからだったので、その彼らのイメージといえばもうすでに爽やかなエレポップだっただけに、このファーストを聞いた時はまあショックというかね、思わず笑ってしまいました。よほどジョイディビジョンが好きだったんだろうなと、かえってね親しみが湧きましたけどね。アルバム全編を通してジョイディビジョンとか、あとフェイスあたりのザ・キュアを感じさせるサウンドなんですが、そのリセッションというナンバーでは出だしがジョイディビジョンながらも、こう次第にキュア的なミニマリズムなサウンドとなり、そして以降のフラリッポリッピの美しい作品になっていくという、この先のねフラリッポリッピのこう進化の姿みたいなものが凝縮されてるんですね。そもそもジョイディビジョンもザ・キュアもダークなサイケデリアを表現するにあたり、そのシンセサイザーを積極的に使用していますから、ある意味でフラリッポリッピの流麗なポップサウンドはそのジョイディビジョンとかザ・キュアからなんか苦味とかアクみたいなものをこう取り除いた上積みの美しさなのかもしれないですね。このアルバムのボーナスレコードとしてシングル Say Something とカップリングの Out to Sea の2曲が収録されていますが、こちらは1984年にリリースされた作品なので、その楽曲的にはセカンドアルバム Small Mercies あたりの、ね、音ではあるんですが、ただその2曲とも軽やかではなく、どちらかというと重ためのビートのナンバーなので、どちらかというとこのファーストアルバムの感触に似たテイストのシングルがカップリングされて、そして選ばれたのかなっていう感じがしますね。いずれにせよちょいレアなフラリッポリッピのさらにレアなレコードでした。ちなみにこのアルバムとそれからシングルはですね、すべてサブスクにありますから、ぜひフラリッポリッピ聞いたことがない方がいらっしゃったらね、作品に触れていただきたいなと思います。お次はランディ MC です。1986年のサードアルバムにして代表作と言っていいでしょう、レイジングヘルですね。ランディ MC といえば1980年代に登場したハードコアヒップホップを代表するグループですよね。ヒップホップにはあまり興味が湧かなかった高校生時代の僕に、そのヒップホップレコードを聴くきっかけを作ってくれた作品が、このレイジングヘルなんですね。12歳の頃からカーティス・ブローの DJ をやっていたランこと、そのジョセフ・シモンズと、それからジュニアハイスクール時代の友人であったダリル・マクダニエルズ、そしてジェイソン・ミゼルの3人が結成したのがランディ MC になります。1983年にデビューシングルとなる It's Like That がリズム&ブルースチャートでヒットを記録し、注目を浴びるんですね。いわゆるランディ MC のそのハードコアヒップホップと呼ばれる、そのハードロックとヒップホップの融合のきっかけとなったのが後のロックボックスっていう楽曲なんですが、ファーストアルバムのレコーディングを行う際に、そのレコーディングスタジオで待っていたらですね、その前にスタジオを使っていたそのハードロックバンドのですね、その音を聞いて、でそれがヒントになってラウドなギターを取り込もうということになったそうですね。そしてハードロックとヒップホップが融合した最初のアルバム、ランディ MC をリリースし、これがスマッシュヒットを記録します。
さらにセカンドアルバムキングオブロックでロックとヒップホップの融合はさらに進み、そして1986年にリリースされたのがこのレイジングヘルなんですね。共同プロデューサーとしてリック・ルービンを迎えて制作されたこの作品は、ハードロックとヒップホップが完全融合しただけではなく、そのメインストリームのポピュラーミュージックとして成立することを証明した非常にエポックな作品なんですよね。特にエアロスミスをゲストに迎え最初のメジャーブレイクを果たした Walk This Way はですね、全米シングルチャートの4位を記録する最大のヒットとなります。エアロスミスの1975年のナンバー Walk This Way にヒップホップをミックスするという、その90年代以降にもよくあったあのマッシュアップの走りみたいなもんですよね。ここではエアロスミスのスティーブン・タイラーとジョー・ペリーもゲストとして参加しています。他にも It's Tricky というナンバーではナックのマイ・シャローナがサンプリングされていたり、ところどころでいろんなネタが散見できるんですね。さらに You Be Eating という曲ではそのサックスがミックスされていたり、ただのヒップホップアルバムに終わらせないアイディアもですね、しっかり取り込まれています。特に80年代というのは既存の音楽のミクスチャーが一気に進んだ時代でもあり、それを可能にしたのはシンセサイザーとかミキサーなどそのテクノロジーの進化なんですよね。サウンドとしても継ぎはぎ感やその取ってつけたようなものではなくて、その違和感なく一体化しているのはそのある意味で80年代の成果なのかもしれません。このレイジングヘルはハードコアヒップホップをメインストリームにのし上げ、以後のギャングスターラップとかオルタネイティブロックにも通じる道を開いた、アルバムだと言っていいと思います。最後です。ピート・タウンゼンドのセカンドアルバム、ホワイトシティですね。ピート・タウンゼンドといえば、60年代から70年代にかけての重要なロックバンド、ザ・フーのギタリストであり、バンドのリーダー的存在でした。そして1990年には、ザ・フーとしてロックの殿堂入りも果たしています。ピートはザ・フーの時代からソロアルバムを数枚リリースしていて、精力的に楽曲をクリエイトしていたんですよね。ソロアルバムとしての最初のヒット作は1980年のエンプティーグラスでして、全米チャートでもね5位を記録し、 AOR チャートでは1位を獲得してるんですよね。その80年代のピートの作品というのはザ・フーのトミーから脈々と続くそのいわゆるロックオペラ的な展開になっていて、このホワイトシティも同様のコンセプトで制作されています。アルバムタイトルもホワイトシティ・ア・ノベルと表記されていて、ピートが育った西ロンドンのホワイトシティエリアがですね、舞台になっています。その低所得者向けの住宅に住む様々な人間の夢とか希望、そして対立とか緊張、そして葛藤する姿など、そこに住む住民の世界観を歌にしているんですね。僕もリアルタイムでこのアルバムは聴いているんですが、当時はそんなコンセプトを考えることもなくて、単にジャケットがかっこいいなというふうに思ってレンタルレコードで借りたのが最初でしたね。そして名前だけは知ってたザ・フーの作品を遡って聴くきっかけになったのもこのアルバムなんですよね。ザ・フーにせよピートのソロにせよ、生粋のメロディーメーカーでありながらギタリストあるいはミュージシャンとしてのチャレンジを怠らないような、こうなんというかこうクソ真面目な UK ロックアーティストっていうイメージがあるんですよね。それはこのアルバムでもしっかり感じ取ることができて、ピンクフロイドのデイブ・ギルモアのですね、ギターがかっこいいギブ・ブラッドからしても、その非常にタイトなロックナンバーだし、やはりデイブ・ギルモアが参加しているホワイトシティ・ファイティングも同じくかっこいいロックナンバーですよね。シングルカットされたフェイス・ザ・フェイスでは、そのアタックの強いビートが畳みかける非常に軽快なナンバーで、そのブラスセクションとかコーラスが重なり合うゴージャスでファンキーなサウンドになっています。そしてこの曲は全米シングルチャートでもトップ10に入るヒットを記録しています。ヒットしたアルバムエンプティーグラスの延長線上にあるサウンドではありますが、やはりこのアルバムもこう80年代的なその洗練されたアレンジがなされている、そういう感触ですね。でもトータルのキャリアを考えてみると、僕は個人的にはエンプティーグラスの方が好きかなと思ってます。さていかがでしたか。今回は直近で買ってきたレコードの中から80年代のレコードをピックアップして何枚かご紹介しました。ピート・タウンゼンドだったりエレクトリック・ライト・オーケストラだったりと、おそらくは全盛期をリアルタイムで知らないアーティストの作品もあったんですけれども、
僕個人的には80年代の作品が、まあ、最初の接点であり、そしてきっかけとなってるんですよね。80年代にリリースされた作品がベストなのかというのはさておき、まあ、そのアーティストのオールキャリアの中で80年代という時代がどうだったのかなんてね、俯瞰してみるのも面白いかもしれません。また次回も買ってきたレコードをですね、皆様にご紹介したいと思いますので、次回にご期待ください。今回の動画が面白かった、あるいは参考になったと感じてくださいましたら高評価、さらにはチャンネル登録までお願いしたいと思います。それでは次回の動画でお目にかかりましょう。さよなら。